ネットで 16TB を4000円で買いました。外付け SSD、 ちょっと中身開けてみたいと思います。これなんとかペンチでバッキバキに10分ぐらいかかったけど開けたんですよね。中身こんなんですか。何これ、これ SSD なわけないね。これ SD カード刺さってんじゃん。これなんとか外れそうだな。外してみようか。結構簡単に、よし、普通に取れましたね。そしたらこの SD カードが、この SD カードは一体何ギガなんだって話ですよね。調べてみよう。ついに正体を現しました。あのマイクロ SD カードをパソコンで見てみたら、なんと 58.6GB でした。最悪ですね。きっとあの装置に挿すことによって偽装できるんでしょうね。ちなみにさっきのやつから SD カード抜いて挿してみたら、こんな状態になって、でパソコン上では何も認識されないみたいですね。これ結果的にはこのマイクロ SD カードリーダーってことですよね。こいつだから4000円出して58GB のマイクロ SD カードとカードリーダー手に入れたみたいな、そんな話ですよね。いやー、皆さん騙されないでくださいね。